こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は Amazon アカウントスペシャリストも実は削除される本当の理由を知らないというお話です。オーストラリア Amazon ね、いよいよ始まるんで、アメリカ Amazon のアカウントね、大事をとって、無茶は皆さんしないですけどね、リスクのある商品を扱わないと、リスクのある出品をしないと、リスクのある連絡をしないと。山内運動ね。なんか山内運動嫌ですね。高校時代のオートバイ、山内運動を思い出させますけど、もとい、アカウント、ね、削除されないように、大事にいきましょうという話を、常々してます。で、アカウントがね、もし削除されても、サブアカウントがもう用意してあるという方、以前、のサブアカウントの基準だと今まずバレます。で、その本当の基準ね、本当の基準はおそらく誰も知らないんじゃないかというね、結論に達しました。ネットなんかの情報だとね、アカウントスペシャリストはね、知ってるっていうふうに思い込んでる方が多いですけど、多分アカウントスペシャリストも知らないです。というのはね、Amazon っていうのは出入りが激しいんで、少なくともね、何百人もいるアカウントスペシャリストが、どんどん辞めていってるはずなんでね、仮に、アカウントスペシャリストがその基準を知ってたら、それ漏れてるはずなんですよね。で、日本だと人数が少ないんであれなんですけど、英語の情報でもね、そのアカウントスペシャリストから漏れたらしき情報がないと。ね、これ漏れたというか、漏れようがないようにね、アカウントスペシャリストにも理由を知らせてないんじゃないかなって、ふと考えたらね、その方がでも辻褄も合ってるし、運営的にもね、やりやすいだろうなというふうにね、気がつきました。もう本当に、重複アカウントのね、探知方法や削除基準、復活基準はもう憶測情報しか見当たらないと。ね。で、このことが意味するのは、Amazon アカウントスペシャリストは、審査対象になったアカウントがなぜ審査対象になったのか知らないと。で、じゃあ誰知ってるのって感じなんですけど、これおそらく知ってるのはね、知ってるっていうか、プログラムね、機械で探知してるわけですから、プログラマーは知ってますよね。でも、その中身は公表しないことと。ね。で、きついペナルティの守秘義務を、ね、守秘契約を結んでるはずです。で、なぜなら、国によってはね、法律に触れる方法でも、重複アカウントの探知をしているためと。これはね、例えば、噂はあるっていうか、できることだからやってるんじゃないかというふうにね、情報なんかが、日本語だとあんま出ないんですけどね、英語なんかだと出てくる、メールにビーコンを仕組んであると。これね、メールにビーコンを何も言わず仕組むのはね、多分、これ違法だという国が多いと思います。ただそうは言ってもね、重複アカウントを使って悪さをする相手も命がけでやっていると。本当に多分命がけでやってますね。これをできないと、文字通り死ぬというケースもね、あると思います。だから向こうも必死でやってると。ね、悪さする方も必死でやってると。そうなってくるとね、どうやったって防がないと何やられるかわかんないんで、本当にその探知システムの方では、スパイ以外に出てくるようなね、探知をしている可能性が高いと。で、そしてアカウントスペシャリストは、システムが出した指示をもとに対応しているだけ。例えば、ね、信号のように赤、黄色、青、こういう風な指示なのか、キーワードで表示されているのかわかんないですけど、おそらくは、赤は、完全削除、復活の余地なしと、売り上げも没収。今ね、売り上げはサスペンドじゃなくて、没収されるケースが、出てきてます。というか、多分ね、没収されます。で、赤なのか、ね、A なのか Z なのか4なのか5なのかわかんないですけど、少なくとも、これはもう改善の余地なしと、何言っても相手にしないと、もう一切ダメという、指示が出てるケース。それと黄色。ね、黄色か、4なのか5なのか3なのか、アルファベットなのかわかんないですけど、これはもう十分な証拠と計画が出てこなければアカウント削除と。で、これもやっぱり売り上げも没収。で、青色。これはね、十分な計画と証拠が出てこなければアカウントサスペンドのまま。ね、まあ、削除は、いいかと。ね、してもしなくてもいいよみたいなね。このケースが日本人引っかかるの結構多いですよね。重複アカウントじゃなくて、卸またはメーカーからのね、証拠を出せと来たときに、そもそも卸とかメーカーからね、仕入れてないんで出せないと言った場合、そのままアカウントね、削除もされないんだけど、サスペンドのまま復活しないという風になってるケースが、ちらほらあります。で、この場合はね、複数アカウントもね、結構甘い基準で作った複数アカウントも、問題なく運営できてたりします。だんだんおそらくこんな、ね、3段階、5段階かもしれませんけど、いう形で出てくるだけで、アカウントスペシャリストは、理由を知らないと。ね、まあ、もちろん、出品者に知らせてあるね、あるいは出品者が何やったかの経歴は出てるんで、経歴はわかるけど、どんな違反通告したとかね、いうのはわかるけど、ただ、探知理由とかね、これが重複の疑いがあるとかっていうふうに出しちゃうと、なんでそれが、分かったんだろうと。で、おそらく、まあ、私みたくそのサポートしてる、人間が、故意に100人か200人の協力を得てね、いろんなパターンを試して、ドイツがどうだったっていうのをね、やれば、分かってしまう可能性が高いと。だそんな甘い運営は多分してないんで、おそらく誰も知らないと。ね、なぜならそれはその方が運営上都合もいいし、そもそも知らせられない内容の探知もしているというふうに考えた方が自然です。まあ、ちなみに、一般に知られている情報だとね、以下の情報、店舗名とか担当者ね、あと住所ね、ひどい時はバーチャルとかシェアオフィスでいいですよなんて言ってますけど、これは一発でもダメですね。もうダメっていうか、これバーチャルとかシェアオフィスだと今銀行口座が開けない場合も多いんで、全く問題外です。それからね、電話番号、メールアドレス、銀行口座、クレジットカード、パソコン、IP アドレス、ブラウザー、ね、全然ダメです。これだけじゃ不十分という形です。で、このハードルはね、今年に入って急激にアップしてます。詐欺事件の後急激にアップしてます。ただこれは悪いことばっかりじゃなくて、大量にアカウントを持ってたね、中国人セラーが、全員退場と。で、日本でもね、いくつかアカウントを持って、無在庫で売ってた人が退場という形になってね、復活できてないんで、ね、変な出品者減ったんで、価格競争が、馬鹿げた価格競争がちょっと緩やかになったと。で、もうちょっと経つとね、もっと良くなんじゃないのかなというふうに思います。だからね、多分 US Amazon に関しても、価格競争とか出品者のね、異様な多さっていうね、その出品者の、ライバルが多いといったね、状態は、ボトムを打ったと。まあ、ピークを打ったというか、ボトムを打ったというかね、最悪期は、出したんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、それより何よりね、オーストラリア Amazon の開始という、まあ、美味しいイベントが控えてますんで、まあ、大事をとってアカウントを運営しましょう。で、売り上げが結構多くなってたりね、あるいは、売り上げが多くなってて、この、リスク回避のためのサブアカウントを作りたいとかね、あるいは、すでに作ったサブアカウントの、運営についてね、これもじゃあ、隠れてないんですかというのをね、確認したい場合はお気軽にご質問ください。この記事を見てね、質問してみようかなと、まあ、思った時点で多分もうバレてる、運営をしてる可能性が高いです。まあ、そんな形でね、バレても、まあ、即削除じゃないですけどね、ただ、少なくともそのどっちかが削除される事態になったら両方消えるからリスクヘッジといった意味合いではもう全く役に立ってないというのをね、分かっていないと、俺は2つあるから大丈夫だ、3つあるから大丈夫だと思って運営してるとね、1個ダメになったらバレてないはずのものもバレますんで、それを前提にしてアカウントを大事に、ね、オーストラリアの開始を待ちましょうと。ね、US Amazon のホリデーシーズンも美味しいんですけど、まあ、オーストラリアと US ホリデー、どっちを重視すればいいって言ったらね、オーストラリアを重視して、US ホリデーではね、儲かりそうでも微妙な商品は見送った方がいいです。まあ、それぐらい、今、削除基準っていうかね、気軽に証拠を出せって言ってきますからね、その気軽に証拠を出せって言われても出せないんで、証拠を出せと言われないようなね、運営をしなきゃいけないと。で、そういうね、証拠を出せと言われる商品を扱わなくても、オーストラリアが始まってしまえばね、稼げますんで、まあ、大事に大事に行きましょうという形でね、Amazon 輸出取り組んでください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。